信玄は信長を倒した。だが越後の竜、戦の申し子上杉謙信は未だ健在だった。信玄は乱世に終止符を打つべく因縁の地川中島に出陣した。戦は手段に過ぎ、最終は川中島宿命戦。最後までわしはかっこいいよ。上杉謙信、越後の竜、軍神、戦争の申し子。あの男を倒さねば戦国は終わらぬ。だが軍略での勝利は謙信の闘争への炎をたぎらせるのみ。振幅させねばならんか。難しいな。この戦、謙信を心より屈服させれば勝利と言える。骨が折れるが、おこと立ち頼んだぞ。善光寺から上杉殿の応援が必ず来るはずだな。チャウス山の部隊は守りを固める。ここを押さえておけば後々有利となろう。バカめ、
敵将を討ち取ったり。うっ、引くこともできぬほどバカではないわ。我らもこの機に乗ずるのだ。林彪投射怪人列在前。怪人を敵に渡してはならぬ。ノブサを救い。おお、さすが武田君、強いね。刑事は幾多の負け戦をひっくり返してきた男だ。あの者を本陣に近づけるだ。明日より敵を本陣に近づけぬよう食い止めるのだ。勝負にしようぜ。お見事。お徹底的に叩き潰す。負けかどうかは我が決めること。そしてこの剣心、まだ負けておらぬ。仕方ない、とっておきを見せるかよ。わしが剣心の本陣に乗り込む。剣心、ここのお箱で着を付けてやる。敵将討ち取ったり。敗北。我らもこの勢いに乗るぞ。はい。
方様、お見事でございます。我らもこの機に乗るのだ。敵将撃ち取ったり。我らもこの勢いに乗るぞ。押されているだと。バカな。望むはこれか。どうした宿敵。奇襲あすかぬ、正々堂々戦おうぞ。我らもこの機に乗ずるのだ。Yeah!
を討ち取ったり。ブーンつたなし。わし強すぎかの。乾杯だ宿敵。貴様の軍略に乾杯だ。違うぞ。戦国の世を終わらせたい。この思いこそがわしの強さなのだよ。立て、剣心。おことの闘志は世のために用いるべし。これはわしの心よりの願いだ。こやつ笑っておるぞ。何事だ。笑える、笑えるぞ。宿敵が強さ、軍略にあらずとはな。剣心の軍略は破れてはおらなんだか。うえな。されど信玄という英雄の人柄は剣心に勝利した。友よ。